皆さんこんにちは、神谷総平です。医師改革大学のページをご覧になっていただきありがとうございます。医師改革大学の講義は2020年2月に終了しましたけれども、先生方の講義の DVD をですねいくつか販売をしております。同じようなテーマで被ることのないように厳選した講義を選んで皆さんにご購入いただけるように購入ページを作っておりますので、そちらの方からぜひ購入していただきまして勉強していただければと思います。著名な先生方はいろんなところでお話をされていますが、一人の先生からまとめて10時間、12時間と学べることはなかなかないと思います。日本の政治の裏側、メディアの情報、そして教育の問題、様々な課題で、本当は一体どうなってるんだという皆さんが知りたいところを限定でお話しいただいた講義が多数ありますので、ぜひそちらの方で学んでいただきまして、皆さんの意識改革を起こしていただきたいと思います。DVD の販売ページについてはリンクの方を貼っておきますので、こちらの方からご覧ください。CGS をご覧の皆様、こんにちは、神谷総平です。本日もじっくり学ぼう日本の軍事をお送りしていきたいと思います。講師は福山先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。このシリーズもですね、今日で一つのまとめをやっていくということなんですけども、米中経済戦争今後の展望ということで、聞いていきたいと思いますけれども、シミュレーションをいくつかしていただいているので、この6つのシナリオを順番に説明していただきたいと思います。はい、私の独断と偏見で書いたんですけど、はい、シナリオは大きく分ければ6つあると、はい、で米中妥協、これは今年の12月に、はい、そのアメリカと中国の間で、はい、もう昨年ですね、昨年の12月、昨年12月に、はい、その要するに第4次の要するに関税引き上げというのを一時やめて、アメリカから穀物を500億ドルですね、はい、とかそういう話があって、政治的な妥協で、はい、選挙対策としてやったことなんですけれども、うん、それが一つと、はい、シナリオ2っていうのがですね、その、米中の冷戦、新冷戦と言われてるんですけど、これは簡単に言えば米ソ冷戦が、その前例になると、いかように展開してきたかっていうのは、だけどその間にキューバ危機ってなったんですよね、はい、でこれはもう人類初の世界の核大戦になる可能性があって、うん、あの時は本当にもうケネディでさえも、はい、寝られなかったっていうくらいその人類滅亡の予兆があったんですけど、はい、うん、だから冷戦というからもうずっとああいう状況、今のような状況はずっと続くんだと思ったら大間違いで、幾多、はい、うん、のベトナム戦争からなんかあったように、はい、その間にはもうものすごいそのクライシスというか大きな戦があるんですよね、はい、うん、で双方が我慢比べ、はい、国民の我慢比べですよ、うん、特に経済となると税入しない、それ、はい、から食うしない、うん、飯が食えなくなるということだってあるわけですが、はい、そういう中でその民主主義がその我慢比べが強いのか共産主義が強いかというと、おのずから共産主義が強いのは分かってますよね、はい、国民を統制して今あれだけ その要するに統制をする国家ですから、はい、うん、そういう中でアメリカっていうのが、あるいはメディアっていうその騒ぎ立てる連中が、はい、そういうものを我慢するっていうのはどうなのかと、うん、選挙を繰り返してやってですね、はいはい、だからもう目に見えてますよね、うん、民主主義が弱いというのは、はい、だから米中はそのソ連時代と違って経済的な結びつきが強くて、その経済に痛手を食らうと、はい、非常に大きなやっぱりダメージが来ると、だからこそこれをやったわけですけどね、うん、それから世界恐慌という最悪のリスクを抱えると、で、お互いに傷つけ合って延々と続くと、連載が続きすぎると、うん、両方とも二等国家に転落する可能性がないとは言えないと、はい、はい、でシナリオ3というのは中国が分裂する可能性、分裂というのは大体三国、アメリカが勝つっていうシナリオですね、アメリカが勝って勝つと、はい、中国が分裂する、はい、それは三国志とかなんとかいろんな時代にあるように、うん、歴史的な境界というか、はい、歴史的な境目っていうのがあるから、うん、そういうところで、分割するんじゃないかというシナリオですね、はい、でその場合は中国はもう一回内戦をやる可能性がある、うん、こんなことあるかいなと思うかも分からない、はい、ある可能性があると、うん、それから台湾に逆統一する可能性があると、うん、はい、生涯ダイヤを飲むっていう、うん、
その際は、まあ、地続き上に東南アジアに逃げるやつもいるし、台湾に来るやつもいるだろうし、はい、日本、韓国、朝鮮にいっぱい来る、はい、大量の難民が発生する可能性がある。日本シミュレーションできてるかな。14億人というものを食わせる、はい、飲ませる、寝かせる、うん、医療行為をやる、はい、どんなことかと、はい、もう未曽有の話だ。そうですね、うん、これはもうアジア世界に大激震が走る、はい、だからアメリカ勝利っていうのは勝利のありよう、その中国の負けよう、はい、これが一つのポイントです ね, ね昔ねゲルマン民族の大移動っていうのもありましたけど、うん、あれだってあの中国から郷土っていうのが流れてきて、それでゲルマン民族が押し出されて出てきたんですからね。ああ、そうですね、はい、そういうことをね中国はね起点になる可能性がある国なんですよね、うん、いやそれほどの、それほど、はい、だからアメリカが今経済戦争をやってるけれども、どういう勝ち方をしてどう収めようとするかっていう、はい、そこら辺のですね微妙なところっていうのはですね、うん、見えないし、はい、彼らも確証がないと思うんですよ、うんうん、それほどだから難しい、はいはい、うん、今の体制を生かして共産党体制を生かすっていうことが一番安全な方策かもわかんないですね、はいはい、で4番目が、はい、中国が勝つ、これも、うん、もう世界が変わる話であって、僕らはもうダメですね、喋れなくなりますね日本で、うん、いや民主主義資本主義が敗北するわけですから、はい、私と同じフランシス福山っていうのが歴史の終わりっていう本を書いて、はい、民主主義っていうのが人類最後の到達点であって、うん、これ以降はもういろいろ圧力がなくなるってことを言ったんだけど、うん、はい、とんでもない巻き返しがあったと、はい、自由民主主義ほどナイーブな弱い体制はないという話になると思うんですね、はいはい、でそうなるとパクスシニカっていう中華帝国が出現すると、日米安保条約を破棄されて日中安保条約締結という話になるかもしれない、はい、いや実際に勝てばそうならざるを得ないですね、日本は、ね、単独では戦えないです、単独では戦えないし、はい、そして、米軍基地に、やがて在日中国人というのが乗り込んできて、はい、堂々と赤い旗を立てながら日本の人たちは中国に、うん、色味を使って、下手に出るという世界が来ないとも限らないと、うん、これぐらいね、学校の授業は中国語ですね、じゃあ英語に変わって、もうこれくらいね、これくらいその、はい、歴史っていうのはね、はい、我々の予断を許さない過酷なものですよ。そうだってつい一昔までね、うん、鬼畜米英で戦ってたんですもんね。そうですよ、うん、ですよ、乗り込んできて日本の、こんなこと言うとなんですけどね、はい、私が行った高校の佐世保っていうのはまだそういう遺産が残ってますけど、はい、その弱き貧しい女性たちが家庭のために、うん、まあ、パンパンと称して売春婦までやったわけですよね、はいはい、そういうところをくぐり抜けて今があるんですけれども、うん、我々はもう一回そういう苦境の中に貶められるのかと、はい、だけどそれは我々の力でできない話なんですよ、うん、ね、うん、はい、はい、シナリオ5はもう軍事対決ですね、はい、でそこはいろいろあるんですよ、戦略戦略をアメリカは3つぐらい持ってるんですけど、はい、そのオフショアストラテジーとか、はい、いろいろその要するに、日本の土地を利用して INF をかざして、うん、中国 の, その東シナ海とか南シナ海にある船は全部撃沈する勇ましい話とかいろいろあるんですよ、うん、だけど非常にリスキーなその不安になる部分があって、それは在日米軍がいざとなった戦争の端緒においては安全地帯のハワイとかガムに逃げるだろうという恐れ、はい、もう一つは戦場はアメリカ本土とか中国本土じゃなくて、まあ、少なくとも南シナ海東シナ海による船とか潜水艦とか飛行機は撃墜されるかもわからんけれども、地上としては日本の基地にアメリカが展開する中では日本が主戦場になる可能性があると、はい、それから中国のミサイルっていうのは飽和攻撃という、もう1000も2000も飛んできて、はい、本当にで弾頭にはもう各種のバリエーションがあって、核もあるし化学兵器もあるだろうし通常爆弾もあるだろうし、うん、そういう話があると。それからこれによってもう我々が南海トラフの32万人死ぬ話よりももっともっと過酷なその第二次世界大戦と同様な生命財産の損失というのがあるんじゃないかというのが、うん、これが、はい、シナリオ5ですね、はい、でシナリオ6っていうのは世界恐慌、これはかってのウォール街の恐慌と同じようにもう、はい、我々が一度体験したシナリオですね、うん、
まあ、企業倒産、大量の 失業、それから、国内秩序の崩壊、その時に軍隊が治安出動まで出ないかん可能性もだってあるくらいに、もう焼き打ち暴動というのがあるかもしれない、はい、それから内乱暴動、それから世界秩序の崩壊ですね、はい、それから、まあ、世界秩序の崩壊、これはアメリカが意図的にやろうとすれば、うん、抵抗力はアメリカの方があると、はい、中国をあの爆弾を落とさなくても崩壊させる手段としては今ジャブジャブとあの水位が上がってますから、はい、それを決壊することによって中国経済を決定的なダメージを与える、はい、という点においては、うん、これはあり得る話だと、うん、それからそうなると民族問題というのがみんなそれぞれあのひもじくなってくるとなんで俺たちがと民族、はい、民族として考えるんです、うん、それからそのと戦争のリスクが高まると、はいはい、それで、はい、日本の地政学というのはもうすでに話したかも分からないけれども、はい、この絵は何度か出てきましたね、もう米中路の谷間に咲く、うん、日和な山桜、日和なという表現はズビグネウ・ブレジンスキーというカーター 大統領の時の安全保障補佐官がですね、はい、日和な花日本という本を書いてますよ、うん、サイマル出版から、はい、読まれたことあります？あ、ないです。面白いですよ、うん、当時日本はもうライジングさんで、はい、日が昇るように経済的に大国化しようとしているとみんな雷山したわけですよ、うん、ところが水を差すようにブレジンスキーと言ったのは、はい、根なし草だと、うん、安全保障憲法9条の上に成り立つ、うん、砂上の楼閣だと言ったんですよ、はい、まさにその通りですよ、うん、はい、そうなっちゃいましたね、そうなっちゃいました、ね、そうなっちゃいました、だから、はい、あのそういう意味において我々はそののぼさがるなと、うん、そんな簡単なもんじゃないんだと、うん、いうことですよね、はい、だからそういう意味において、我々の外交戦略というのはですね、この3つの大国の組み合わせ移管にかかっていると、はい、これはもうすでに説明したことはあるけど、はい、もう米中ロが全部仲良しかし米中ロが全部喧嘩をするというものと 3つのうちの2つが仲良くなるということで、はい、それはもういろいろ歴史が繰り返してますけど、はい、我々はその中で翻弄される可能性があると、うん、だからある意味において一番大事なのはどの国とも常に情勢が変わった時は仲良くなれる種を仕掛けておくということですね、うんうんうん、それと決定的にだからそのためにはその悪化しないと、うん、だから習近平が今度国賓として日本に来る、はい、いいでしょうと、うん、いろいろ依存があるかも分からないけど、うん、これがね巨額の保険ですよ、うん、全体としての総和で勘定した時に、はい、銭勘定した時に、うん、これは最終的に我々の寄って立つその地政学的な立場から、うん、こういう保険をかけておけないかんのですよ、プーチンとも延々と北方領土について実の話があるようなふりをしながらも話を続けてはいかないかんのですよ、うん、それはこのためですね、うん、はいはい、難しいですよね。中国にそういう形でパイプを残しておくためにやれば、うん、当然アメリカからの信頼は失うということにもつながりますんでね、うん、そうですね、それはだからだけどですね、はい、賢い為政者というのはですね、中国だってですよ、それアメリカだってトランプだって絶対忠誠を誓わせるというのはそれはありますよ、うん、だけどそれは理の当然であって日本がそういう振る舞いをするっていうのは当然の話ですよ、うん、アメリカに 100% オベディエントっていうかその従属する国なんてどこにありますか、うんうん、だからそういう点ではそういうことを日本が情報戦をやっても、はい、むしろ外交官の中にですねそれだけのしたたかな連中が出てきて、うん、いいやつその日本の国をその動かせるぐらいの連中が出てきて、はい、うん、意図的にそういう振る舞いをするぐらいのことをしていかなければ、うん、日本はそれこそもう大国にもてあわせられますよ、はい、はい、うん、ありました、はい、でまあこの最後のフリップ言いますけど、はい、まあ、どう生き残るかということの6つの方法ですね、うんうん、そうですね、はい、これが一つの最終的なテーゼですね、うん、で日本単独で米中ロとの対抗は不可能、これは無理ですね、米中ロいずれかの同盟、二国の同盟か一国の同盟か知らんけど、はい、そのバランスしかないんだと、うん、で今回はだから米中がどっちが勝つかということを総力を挙げて分析をせねえかんと、はい、うん、で、まあ我々が守るべきものは国民の生命財産、国家の尊厳とあって、何のこと言ってるのか分かんないかも分かんないけど、そういう聞く人は分かりにくい話かも分かんないけど、
かつて我々は国体の護持というものを最終的に掲げて、はい、国民の生命財産というのは二の次にしたわけですよ、うん、で原爆を二発食らってようやく天皇の聖断で終わったわけですよ、はい、そうじゃなくて我々が安全保障とか危機管理っていう時に我々の終局の腹切り場っていうのはどこなんだと、はい、それを超えようとする時は我々としてはもう手を挙げた方がいいと、うん、だからあるいはそのアメリカとの日米安保条約を破棄っていうことも、うん、中国との中立宣言をするっていうこともあるだろうし、はい、それぐらいに壮大なストラテジーというか腹を持っとかないと、また勝手の戦争で300人、はい、万人死んだんですよ、うん、で焼け野原になったんですよ、うん、それを 再来させるというのはいけないと、うん、だから国会あたりではもっと深刻なこういう論議をすべきじゃないかと、はい、何をその花見の話とか、うん、つまらん話をしてんだと、はい、枝野さん頼みますよ、連邦さん頼みますよはい、アメリカの防波堤ではないんだと、我々はアメリカの防波堤じゃない、はい、うんうん、アメリカのために国があるんじゃない、はい、日本のためにあるんですよ、はい、そこの原点を間違わないと自衛隊も国家も、うん、自民党も、はい、外務省も何もないんですよ、警察もないんですよ、その通りですね、はいはい、うん、はい、まあ、そういう議論がね本当に、まあ、国会でもやってもらいたいですし、うん、まあ、こういうの僕ら送ってるのは別に国会議員とか官僚方に見てくださいということではなくて、うん、まあ、一般の国民の皆さんにね、うん、そういうシビアな視点を持ってやっぱりあの楽しいこともいいんですよね、やれクリスマスだとかね、グルメだとかお笑いだってそういうこともやっていいんですけど、まあ、それはその時でも一方でちょっとこういうシビアなテーマをテレビ持ったらテレビつけたら香港で人が撃たれたり人が死んだりしてますとなった時に、あ、香港大変だなじゃなくて、今回の番組見ていただいた方はですね、あれこれひょっとしたら未来の日本の姿かもしれないと、そういう立場に自分たちが立たせた時にどういう判断をすべきなのか、どういうシミュレーションが取りうるのか、どういう、ね、場合分けでシミュレーションできるのか、そういったことをですねこう考えるきっかけにしていただければいいんじゃないかなというふうに思いまして、うん、まあ、今回福山先生にあえてこういう場合分けをしていただいてね、まあ、中国の話なんか非常に言いにくいこともあったかもしれませんけども、お話をしていただきました、はい、で次回が本当に最終回で、はい、総まとめの話、これから日本はどうあるべきかという形でまとめていただきたいと思いますので、はい、今日までのところで一旦米中の経済戦争のところは終わりということで締めくくりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。